君たち。悪いけど、ああ。でも、なぜか彼は往生堂に入った。まあ、彼には彼なりの理由があるんだろうけどさ。だって、僕、そうだ。ロウ兄貴のことは。うん、全部聞いたぞ。じゃあさ、もし仮に、ロウ兄貴、仮にだぞ。本当に渡せるなんてことはないからな。そうだね。僕だったら彼のために料理を作るかな。彼は、そうだ、もし小さい頃に食べて。分かった。今日は良い最新鮮に話をしましょう。面白いアイデアだったら、フータオに聞くのがいいんじゃないか。きっと、あいつならオイラたちの期待を裏切ら…ん？誰か私の名前を呼んだ？なんと、パイモンちゃんと旅人じゃない。それに、確かに、フータオなら適任かも。話が見えてこないんだけど、私に何か頼みたいことでもあるのか。フータオ、あなたの好きな料理を教えてくれる？料理？突然そんなこと聞かれてもパッと答えられないな。フータオも言葉に詰まることがあるんだな。どんなにお利口な鳥でも閉店時間があるのは当然でしょ。鳥閉店。そうだよ、そんなに深く考えず好きな料理を言ってみて。なるほどなるほど、新しい料理でも作ろうとしてるの？それならあまり変な料理は作らないでほしいかな。水煮魚。水煮魚にエビ蒸し餃子。普通だけど普通じゃないよ。考えてみて。水煮魚は熱々ピリ辛で銅の料理。この料理にエビ蒸し餃子を追加するとエビ蒸し餃子。どう？あ、動く料理は得意だよ。キノコとそういうのじゃないって。料理は物でありながら独特な雰囲気があるでしょ。水煮魚を見つめると赤色とピリ辛が目と鼻を刺激する。つまりどう？エビ蒸し餃子は透き通っていて優雅な香りを漂わせてる。つまり性。どうと性を。理屈はよくわからないけど、なんだかそれっぽい。銅と精が相まって野菜とお肉をバランスよく取り入れ、しょっぱさと甘さで。その通り。ただ食事には甘いものが出ないこともある。そういうことだったんだね。最初は冗談。さすがフータオ、ありがとう。でたらめな理屈を言うことに関しては、まあ褒め言葉として受け取っておくや。ほう、やっぱり天地万物生じる天、味覚いろいろ、それぞれに規則があるの。旅人もそういうのなら、じゃあ、フータオへの質問はこれ。ふぼくろ。まあ、あそこの人なら面白い答えが返ってくるかもね。面白い情報があったら。
人とも、どうしたの？おや、珍しいね。今日は暇なのか。ドア！白術が変な声で。こら、首を見ろ。あ、なんだ。皆さん、今日は薬をもらいに来たの。いや、今日はお前らに話が聞きたくてな。私、今度料理大会に参加するの。そこで二人に。あ、へえ、小娘にしてはよくわかってるじゃない。わかった、手伝ってあげる。好きな料理全部同じ味しない。ナナの味覚には少し問題がありまして、味がわからないのです。皆さん、どうぞお気になさらず。大丈夫、そのことは私も知ってるから。それでもナナにだって好みはあるでしょ。どんな感じ？冷たいココナッツミルクが好き。ココナッツミルクは飲み物だから参考にならないよな。あなたたちは好きな料理を教えて。私は食べやすい肉料理が好みだ。私も長生と同じで、ただここに薬をもらいに来る多くは子供や老人で、そういった人たちにとって大きく切り分けられた肉や貝、それから風邪をひいた方や喉を腫らしてしまった方も多くいる。なるほど。例えば薬膳料。薬膳は苦手。すみません、ここのところどうも薬をもらいに来る人が多かったので、少々考えが偏ってしまいましたね。でも参考になる話だったと思うぞ。季節のことを考えて、さらに薬膳料理は家庭料理よりも栄養を考えて作られてるの。普段私は薬に重点を置かないけど、今回は大会だからね。深みがあればもっとよ。とっても参考になったよ、ありがとう。うん、役に立てて。さすが先生だね、視点が違うもん。そんなに褒めないでください。人からの助言をちゃんと聞くとはいい。シャンリンは料理の研究が大好きだし、まさに料理に人生を捧げてるって。人にはそれぞれ趣味があるでしょ。私の場合はそれが料理だっただけだ。ためになる話が聞けてよかったな。よし、この調子でどんどん聞いていこうぜ。ココナッツミルク飲みたい。